兄弟と連続で対決。バチーンという音、前三つ取っています。高吉利右に回って若隆景、しかし左も上手を取って十分か。高吉利です。頭を低くして若隆景、これを切っています。押す、今度は引いた。若隆景上手を取っています。上手出し投げ、それも耐える高吉利。いや力入りますね。左の上手取って押し出しました。勝ったのは動きを見せた若隆景。これは場内が沸いています。若隆景はねよく辛抱しましたよね。耐えました。逆にね高吉としてはね土俵際まで行って勝てたんですけど、投げ打ってね、あの投げがいらなかったですよ。土俵際行った時のね、ここですよね、ここなんですよ、はい、ここで出ればいいんですよね。でこれなんですよね、これに打って相手のね形作っちゃいましたよね。あのまま寄りたかったんですが、そうですね、あそこ出れないとですね、はい、あそこが範囲でしょうね。またでも若隆景がこれよく動きますね。そうですね、我慢しましたよね。ここで左上手、これ回し取る力も相当強いんでしょうか。そうですね、やっぱり前食いつく相撲ですからね、はい、